はい。キリビリ放送局。えーと、今日の違う映画は大人の教科書後半です。まあ、前半後半に分けてるっていうのは、まあ今週、えっ、ー、と、映画のね、上映作品が7本ってことで、いくら何でも多すぎでしょう。みたいな感じで2つに分けてます。はい。後半は洋画中心に、えー、とご紹介していきます。 前半はですね、えっ、ー、と、このようなラインナップでお話ししてきました。えっと、前半の方は、えっと、概要欄にリンク貼っておきますので、えっと、そちらから、えっと、飛んでご確認ください。はい、えっと、この映画大人の教科書では、 えっと、t 新潟県長岡市にある t ジョイ長岡に関する情報をお話してますので、まあ他の地域にお住まいの方で、まあ最寄りの映画館が、あの、長岡じゃないんだよっていう方は本当ごめんなさい。ただですね、メジャー映画館ってか、シネコンでかかりそうな映画は、まあ大体網羅してるんじゃないかなとか思ってます。はい。まあ一部ね、かかってないものとかもあると思うんですよ。まあそれは本当ごめんなさい。 なんですが、まあ、あの、最後までご覧、お聞きいただいて、えっ、ー、と、損はないものではないかと思っています。はい。そしてね、えっ、ー、と、今回は5月12日から、あの、t イ長岡で公開される映画作品なんですが、あまりにも多かったので、二部構成しています。後半はこちらの映画をお話しします。 ま、後半は、えっ、ー、と、ターから始まって、メモリー、そして、えっ、ー、と、ブラッファー、ブラブラフマー、マーストラ <laughs>、ま。インドの映画はね、もうもうもう、このね、この雰囲気からして、あ、インドって感じだよね <laughs>。これ絶対さ、RRR を、RR ねえ、も,う,もう,こう、もう、この、持ち出からしても RR の中イメージに近いよね。<laughs> まあ、早速、えっ、ー、と、ターからお話していきたいと思います。このターン、ン私ね、今回の9、7作品の中で、まあ、あの、唯一、あの、見たいなと、ほんと見たいなとか思ったのがこの映画でしたね。はい。まあね、うんと、 やっぱこの映画立ちっていうのはなかなか苦しいですね。本当に見たいって映画があった時に、どうしようって本当に悩んでしまってます。はい。まあ、どのような映画かっていうと、えー、っとですね。まあ、早速、あの、まあ、そのね、えー、っと、内容を、まあ、いつも通り読んでいきたいと思うんですが、まあ、私が読んでるっていうのは、えー、っと、 映画 .com に書かれているあらすり解説を読んでます。はい。で、まあ、このターンはですね、えっ、ー、と、2022年制作の158分ということで、まあまあ、超大作ですね。アメリカ映画。はい。アメリカ映画なんだね。うん。で、まあ、読んでいくと、あの、in the bedroom, チルドレンのドットフィールド監督が16年ぶりに手がけた長編作品で、ケイト・ ブランシェットを主演に天才的な才能を持つ女性指揮者の苦悩を描いたドラマ。ドイツの有名なオーケストラで女性として初めての主席指揮者に任命されたリディア・ター。天才的能力と類稀まれなプロデュース力でその地位を築いた数の女だったが、今はマーラーの交響曲第5番の演奏と録音のプレッシャーで新曲の創作に苦しんでいた。 そんなある日、かつて彼女が通導した若手指揮者の訃報が入り、ある疑惑をかけられたターは追い詰められていく。というような内容ですですね。これ実はものすごくあの、たくさんあの、著名な書をとってます。はい。えー、っと、一部、一、全部出てるかなうんと、全部出てる、な。 はい。えっ、ー、と、79回、ベネチア国際映画祭でしょうん。ね、ゴールデングラブ賞も取ってる。で、アカデミー賞も受賞してる。まあ、そんなわけでですね。まあ、あの、うんと、まあ、このね、ラインナップというか、まあ、この賞を見るだけで、まあ、超アート系の、あの、ゴリゴリのね、映画ファンというか、まあ、この映像日からして、 多分、超一流な映画だろうなっていうふうに、まあ、予想つく、というまあ、予想つくようなぐらい、まあ、素晴らしい映画なんじゃないかなって、私は予想してるんです。うん。でね、えっと、まあね、あのー、きっとなんだけど、きっとって言ったらなんだかな、あの、私が知ってる範囲の話なんだけどね。うん。えっと、実際にね、あの、確か、 か、あの、ベルリンフィルホ、フィルハーモニー交響楽団だったかな。ええー、どこだったかなちょっと忘れたけど、まあ、そこら辺の、まあ、まあ、有名なところだよ。うん。それで、えー、っと、ね、あ、ベルリンフィルだって書いてあった。そう、カライアン。まあ、有名なね。もう亡くなられたけど、あの、カライアンという素晴らしいあの、うん、指揮者の方がいらっしゃいました。はい。 まあね、あの、あんまりね、クラシック聞いたことない人でも多分ね、同じ曲でも、カラヤンが、あの、指揮した、あの、ものか、えー、っと、他の人がやったも、指揮をしたものかって聞き比べると、あ、こんなに指揮者で違うんだっていうぐらい、まあ、あの、すごく有名な指揮者の方なんですが、カラヤンがね、ベルフィルの音楽監督を務めた時期に、まあ、若手のね、えー、っと、若手女性、 演者をね、えっ、ー、と抜擢、独断で抜擢しようとして大問題になったってことがあるんですよ。まあ、それくらいね、あの、私はあんまり実はよくわからないんだけど、女性っていう、女性があの、うんと指揮者になるっていうことが、もしかしたらね、この映画の中では本当に未だにね、未だにものすごく難しいのではないのかなっていうふうなことを、あの、書かれてるかもしれません。 うん、まあそういう意味では、まあものすごい社会的なテーマも、あの、入ってると思うんですけど、これね、あの、うんと、まあ、なんだろうな、<laughs> あの、えっと、まあちょっとね、ちょっとね、あの、うんと、予告を見る限りだけど、おそらくね、あの、この彼女は、えっと、まあ若手指揮者の不法っていうのは、その若手指揮者の方がとね、 多分恋愛関係だったのよ。まあレズビアンってことだよね。そう。まあそういったことで、あの、それがスキャンダルとして出てきたみたいな。そう。これ2022年の映画だよ。<laughs> そう。まあ時代背景が、まあどれくらいの設定かわからないけど、どうだろうね。今現状さ、どうだろう。えっと、 まあ、日本の有名な女優さんが、えっと、レズビアンですって公表したことで、そんなに問題になる <laughs> なるかななるかなえ、どうだろうまあ、ここをテーマにしてあるあたりが、まあ、ねえ、な、なんと、まあ、ここが、ね、まあ、レズビアンだっていうことが、まあ、あの、 ブランドの中のの中背景としてあるのよごめんも、もっとぶっちゃけうそう。事前にかなり情報を調べた。<laughs> うん。そう。となると、レズビアンだってことがバレた、バレたてかうか、隠すようなことでもなければバレたぐらいでこんな大騒ぎになるっていうアメリカの現状の背景なんていうのも、まあ、映画の中の見どころの一つではないかなと思ってます。 はい。まあ、時は、なんだろう。私、あんまり世の中のことよくわかってないんですけど <laughs>。そう。LGBT 法案がどうのこの G7?G7 g, 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 7? g, g 7だっけあれで余計なこと言ってるかもしれない。の前にあの制定させるとかどうのあの、うんとさせるとかどうのこうのって、なんか YouTube ちらっと見たんですけど <laughs>。い,いや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 、そんなのいらないんじゃないかな、って。そう。 うんあのまあ私はあのクイスチュニングクイアなのなんですが、まあ、トランスジェンダーでもいいでしょう <laughs> まあトランスジェンダーとかあのクイアとかクイスチュニングっていうのはまあ自分たちが認識するためっていうのもあるでしょうけど、まあ、他人にとって分かりやすく認識するためにあるような言葉なわけですよそうなのでまあどうなんですかねうんと そう、みたいな。<laughs> そう。あの、うんと、LGBT 法案のこと、ちょっと私ね、あんまり詳しくないけどね。あの、うんと。まあ、あの、わざわざ LGBTQ 法案が通ったとして、例えばさ、あの自分が LGBTQ の何ですよっていうふうに登録しなきゃいけないなんていうことになった日には、まあ、悲劇ですわね。<laughs> もちろん隠しておきたい人もいると思いますよ。 うん。で、えっ、ー、と、公表した方が、なんか、あの、うん、ともっと法的にね、なんか守られるみたいなことがあるのならば、まあ、あの、公表して登録するっていうのも、まあ、いいかもしれないですけど、まあ、どうでしょうね。あの、日本の過去の長い歴史を考えると、ね、あの、うんと、そこは、あの、わざわざ法案でするべきものではないのではないのかって、あの、うんと、 日本ってもともとものすごく精に柔軟な、まあお酒も柔軟ですけどね、お酒とか精にね、まあ、ものすごく柔軟な国なので、そこら辺はね、えっと、時間に任せてでいいんじゃないかなと思ってます。はい。まあもちろんね、私もあの、 えっと、クリアとして生きている中で、まあ、いろんな不,不,不遇な不満点とかもありますけども、もう私が、あの、外に向けての不満点というよりも、えっ、ー、と、まあ、時間の解決っていう方がいいんじゃないかな、なんてのが、まあ、正直なところなんですが、このたうん、あの、まあ、映画ファン、まあね、そういう、あの、うんと、いろんな意味で、さっき言ったとおりね、あの、うんと、まあ、 トライ T, LGBTQ のね、あの、今のアメリカ、まあ、ああの、うんと、2022年に作られた映画として見る、見る意味での、今の、あの、LGBTQ アメリカではどうなのかっていうところなんかも、ま、あ見どころでしょうし、音楽業界のにおける女性っていう立場の、ま、あね、クラシックって、ま、あオーケストラの中の女性っていう立場、 の部分もあるでしょうし、まあ、あの、うんと、ジェンダーの問題もあるでしょうし、まあ、いろんな見どころがあるんじゃないかなとか思ってます。はい、ぜひね、映画ファンに限らず、あの、いろんな方に見ていただきたいなと思ってます。まあ、私も行きたいなぁ。うーん、そう、 ッ月までやっててくれたら見に行くかもしれない。はい。まあそんなわけで、じゃあ次の作品に行きたいと思います。はい。えっ、ー、と、リアーム・ニソン。<laughs> 私ね、あんまり俳優さんの名前とかよくわかんないんだ。うん。 そう、まあ、渋い池地は大好きなんで、まあ、私好みの渋地って感じですけども、なんかね、っと、なんとなく、この横顔だけだと私はキュンキュンしないな。<laughs> まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、このメモリーなんですが、うん。まあ、選を読むとこんなこと書いてありますよ。これは絶対アクション映画ファンなら好きなやつ。このリアーム・ニーソンが記憶しない。 ないよく殺し屋に俺より悪い奴は許せねえ !007 監督が集める金箔のタイムリミットアクション対策激推しレビューみたいな感じで書いてありますねそうまあこのねあのポスターから見るとそんなに箔弾感を感じないけどもしかしたら007のポスターなんかを意識しながら、まあ、007を意識して作られてるのかもしれませんね はい。まあ、私は007って昔の007しか見たことないんだけど、まあ正直ね。なので、まあ、あの、えっと、まあ最新のものとか、まあね、もうすごい長く続いてるじゃないですか。そう、まあそういうのはちょっとよくわからないんですけども、まあ早速、このよ、あの、ん、えっと、内容を読んでいくと、 うん。まあこれも2022年のアメリカ映画ですね。R15 手がついてますね。まあ結構残虐なシーンがあるってことでしょう。そう。まあ、どうですかね。まあ日本人はね、身近にあの、そんなにあの、そんなにというか、あの、普通に生きてて、あの、 どうですかね普通に生きてて、あのー、まあ、もうさ、綺麗に、綺麗にもう本当あの、棺の中ね、あの、丘の中に収まってる、あの、姿、ま、あね、何度も何度も、その人生の中でね、んと、年齢にもよるでしょうけど、何度も何度も、ご遺体をね、見る機会なんかないじゃないですか、お仕事でもしない限り。うん。まあ、五十、あらほの私に、私もね、そうですね、あの、 ご遺体を見たことあるのかま、10回はないですね、きっと。そう。うん。もしましては、あの、うんと、ほんと、あ人に見せられない状態の、もう、ぐちゃぐちゃぐちゃあの、もう、大変残念なご遺体なんて見たことあるわけじゃなくて、もちろんね、銃で撃たれて、ま、あね、あの、ライフル突きつけられて、手を挙げろって言われたことはありますけど、ネパールでね、あの、二、うん、人乗りでバイクかっ飛ばしてて。 うん、あるけどもあの、うん、と銃を突きつけられたこともあっても銃で撃たれて亡くなった方のご遺体とか見たことがあるわけじゃないのでまああの、まあ、に多分ねほとんどの日本人が、まあ、銃をつけつけられた経験なんかないでしょうしそううんと、まあ、銃で撃たれて亡くなられた方の、まあ、残念なご遺体も見たことないと思うんだけどまああの。 まあ、銃の口径にもよるんですけど、なかなか悲惨な状況みたいですね。まあ、交通事故で亡くなられた方のご遺体もね、まあ、あの、なかなか壮絶なものがありますけど、うん。まあ、それで、まあ、あの、そういう残虐なシーンが多いってことで、R15 視点になってると思うんですが、まあ、どうだろうね、あの、私ね、日本人、もう、それほどね、 がドバーっと出るっったてもうまあアニメの方がもっと激しいシーンいっぱいありますよっていうのがまあ正直私が思ってるところなんです。まあそこで R15 指定がついてるんだってもうまあ,まあ大したことないだろうな大したことないでしょうねっていうのが私も正直なあのところなんですけども、まあ、早速解説読んでいくと,、えー、とアルツハイマー病で記憶を失いゆくベテラン殺し屋が最後の仕事に挑む姿を描くリアーム・ニーソン主演のアクション 完璧に仕事を遂行する殺し屋として、裏社会で絶大な信頼を得ていた殺し屋アレックスは、アルツハイマー症の発症により、任務に詳細を、任務の詳細を覚えられなくなってしまい、引退を決意する。これが最後と決めた仕事で引き受け、引き受けたアレックスだったが、ターゲットが少女であることを知り、契約を破棄、彼の唯一の信念である、子供だけは守る、を貫くため、アレックスは独自の調査を進める中、大罰は大富豪を顧客とする巨大な、 えっと、人身売買組織の存在を突き止める。ということでですね。そうですね。もう、あの、記憶を失いつつ、まあね、方、アルツハイマーね。アルツハイマーね。うん。まあ、そういった中での物語。そう、なんだろう。 私ね、あんまゴリゴリのアクションが好きってわけじゃないから、まあ私の,あの感性がビビンって響くってわけじゃないですけども、まあ、このあのアルツハイマーが発症したっていうことを自分で理解してる。そう。あの、理解した上で、まあそれと向き合うっていうところなんかは、私ちょっと興味ありますね。うん。 そうまあそんなわけで、えっと、アクションファンは激推しいらしいんですので、アクション大好きな方、うん、ぜひね、がまあ、ガンアクションだと思うんですけど、まあ、アクション大好きな方は、まあ、ぜひね、足を運んでみてください。えっと、メモリーでした。はい。まあね、えっと、映画も114分なんで、まあ、ちょっとね、あの、うんと、このバックのテーマとしてはちょっと短いんじゃないかなって、まあ、正直思うんですけども、そう。 まあその中にギュッと押し込められてると思いますの、ね、で、ぜひメモリー、アクションファン必見です。はい。そして、えーと、次はというと、ブラフマーストラ。はい。まあ、昨年、世界中を越見した映画っていうと、皆さん何を思い当たり、思い当たりますか はい、世界中を席巻した。まあまあ、あの、うんと、まあ、今年席見したって言われたら、もしかしたら、あの、スズメのと,とじまり。いや、まあ、えっ、ー、と、まあ、世界中でよって意味では、スラムダンクなんかも世界中を席見したって、まあ、言えるかもしれない。でも、まあ、スラムダンク、アメリカではね、あんまりね、好評じゃないんですよね。うん。まあ、そういう意味に、じゃあもう、世界中、まるっと熱狂に。 熱狂の渦にあの熱狂を起こしたっていう意味では、まあ、多分ね多くの方が「えっとマーベリック」「トップガンマーベリック」を思い浮かべる方もいっぱいいらっしゃると思うんですが私はねおそらく世界中を本当に熱狂した昨年ね熱狂させた映画っていうと RRR だと思いますねうんまあ私があの昨年見た、A、あのアクション アクションとか、まあまあ、あの、うんと、あの、トップンマー、マーベリックもね、アクションって言ってしまえばアクションだと思ってするんですけども、うんと、肉体同士のぶつかり合いがないだけでね、そう、戦闘機同士のぶつかり合いなのまあアクションってアクションだと思うんですけども、まああの、うんと、アクション主体の映画で、まあ昨年、あの、絶対的なもうほんと、世界中を熱、ね、狂させた映画として言えば、 まあ、間違いなく RRR だと思います。えっ、ー、と、TJ 長岡でも、あの、リバイバル公開されてますね。私ね、RRR は、まあ、あの、予告編見たときに、なんだこれ、まあまあもう、もう、もう、ほんとなんか、えーえー、でも予告編はね、割合と面白そうだと。でもね、チラシがね、ちょっと残念な感じで、このけわかんない RR、うん、しかも3時間かよ、みたいな感じの、感じで、 まあまあまあ、その頃ね、あの、えっと、全部の映画を見ようって決めたばっかの頃だったので、まああの、あるある渋々見に行ったんですけど、まあ3時間なんかあっという間、あっという間、もうね、なんだろう、もうあるあるはまあインド映画なんですけど、インド映画はね、えっと、えっとね、北と南で随分違うんですよね。うん。で、南がボリュッド。 ですね今ではあの映画ファンの中がボリュットって言ったら、まあ、まえっと詳しい人も多いんじゃないですかね。あのアジアのハリウッドと言われているあのボリュッ、はいうん。ボリュットが南。で北の方が何つったかな。で、えー、とこの、ね、RRR はボリュットじゃなくて北の方で作られた映画なんですけども、この、えー、とフラ、<laughs> あれ、読めなかった。 うんと、なんだ。うん。ブラフマースターマーストーラーがどちらで作られたかで、もちょっと私調べてないんですけど、まあこれもね、RRR、うん、がね、ヒットしたからこそ、まあ長岡で上映っていうのが決まって、T、上位長岡でも上映っていうのが決まったんじゃないかな <laughs> と思わないでもないんですが、 ま、インド古代史をモチーフに現代インドで繰り広げられる神々の物語を壮大なスケールで描いたファンタジーアクション。うん。まあ、ね、あの、うんと、インドの映画の、で、まあ、あの壮大さっていうと本当に壮大な感じですよね。そう。日本の映画の壮大さっていうのはなんか、あっちこっち飛んで、ま、あ飛行機で飛んでいって、<laughs> まあ、あっちこっちあの、うんと、 ちょいつまみしながらなんか壮大さを演出してるみたいなのが多い気がするんだけどもまあインドの映画っていうのはまあ、えっと本当お金をかけて壮大さをつける出してるっていうような感じなんですがまああのもうちょっとねこの話の前にあるあるある話ちょっとしたいと思うんですがまああるあるあるのねまああのバケボのジミターのアクションというかねまあ本当と,と面白かったですよ そう、RRR を劇場で見てない人は人生損したんじゃないかって思うぐらい、まあ、素晴らしく面白かった。うん。私ね、あの、去年見た映画の中で2回見に行ったのね、もう RRR だけですわ。そう、まあ、3時間ぐらいの映画なんで、もうものすごいちょっとね、あの、 まあ正直ね、えっ、ー、と、今一回見ればいいかなって思ったけど <laughs>、と、まあ二度目もね、もう,もう最後までもう、もう、超感動流し、号泣。そ <laughs> う。まあ、もう、まさにね、あの、うんと、ムースあの、渋じいたちの共演というかね、まあまあ、ものすごいや面白かった。うん。ただね、まあ、あの、うんと、RR も,もそうだったんだけど、まあ、このね、あの、 えっと、予告編を見る限りも、ま、ああの、う、え、ん、っと、過剰な、えっと、過剰、まあ、ね、バックの絵も素晴らしいの、絵も素晴らしいんだけど、プラス、えっと、ちょっとやりすぎじゃないですか、みたいなまあ、CG もあり。<laughs> そして、ま、あインド映画はお決まりのダンスシーンもあり。そう、まあ、ある,あるあるに出てたね、ダンスシーンもまたすごいんだわ。そう、私もちょっと真似したけど、無理だった。うん。 まあそんなわけで、あの、RR あるあるの R の話はね、まあ、いずれなんかね、また、<coughs> まあ、話したいと思うぐらい、まあ、素晴らしかったんですけども、本当映画館で RRR あるあるあるを見てない方は、人生損してると思うぐらい、えっと、インド映画の今のエネルギーをほんとね、まあ、体感できるような素晴らしい映画ですよね。まあ、そん中で、えっ、ー、と、今年公開されるのが、インド高台史をモチーフに、現代インドで繰り広げられる、 神々の物語を壮大なスケールで描いたファンタジーアクション。うん。メンバーで暮らす天外孤独の青年、芝。もう青年の名前が芝だからね <laughs>。見知らぬ科学者が何者かに襲われる場面に現死する。その理由を調べ始めた彼は古代、ビエーダの時代から秘密裏に受け継がれてきた神々の武器、アストラ、 と、その中に最強と言われるブラフ・マーストラの存在を知る。ブラフ・マーストラが目覚めれば世界は地獄と化す。という。そして、芝はその武器を守護する役目をはた、めてきた人物の息子であり、偉大な火の力を宿す救世主であった。まあ、芝っていうぐらいですからね。<laughs> まあこれはね、もしかしたらインドの古代,古代史を知ってるかどうか。 インドの古代史をちょっと勉強してから行った方がいいかもしんないですね。うん。<laughs> そんなわけで、まああの、この、えっと、インド映画として初めて全米ランキング初登場第2位を記録したっていうふうに書いてあるんですが、そうですね、まああの、うんと、インド古代史、まあね、おー、ちょっとね、 インドの神様とか、もうインドの神様もね、いっぱいいますからね。<laughs> 多心境なので。うん。なので、ちょっとね、勉強していったらもう面白いんじゃないかなと思います。まあ、そんなわけで、今日は駆け足で、二部構成でお話ししてきました。まあ、正直なところね、えっ、ー、と、まあ7本、本週1、週ですよ。 週の公開数が7本って、まあ、ああの、馬鹿にしてるのかと思うぐらい、えっと、えって、まあ、正直思ったし、まあ、ラインナップも、ものすごくあの、うんと、ねあの、なんだろう、どこが、誰がターゲットみたいな、あ、そう。本当ニッチな層に実かピンポイントでいかないような、まあ、あの、うんと、ほんと、 かけ流し捨て、かけ捨てみたいな感じの映画ばっかになような気がして、まあ正直ね、あの、うんと、今週の収録苦痛でした。<laughs> そう。まあ今週の映画の中で私はね、ほんとね、あの、うんと見たいというのはターぐらいですね。<laughs> まあね、あの、いろんな考え方があるので、えっ、ー、と、皆さん、あの、好きに見たいと思った映画に足を運ばれればいいんじゃないかと思ってます。まあなるべくね、あの、うんと、 こ,れこ,うこのポッドキャストはあの TJ 長岡を応援したいという気持ちで始めているので、まああのうんと、ぶっちゃけあのこういったあのサクッと非難するようなあの言葉は慎みたいと思っていたんですが、まあ、この7本のラインナップとこの7本に関してはどうなのちょっと。どうなのこれ映画業界っていう風な、まあ、正直思いますね、まあ。10スクリーンあるうちの ねえ、まあ、今のね、TJ 長岡って、本当にあの、うんと、まあ、売れる映画は残して、売れない映画は、まあ、えっ、ー、と、週間で打ち切りっていうのが、まあ、パターンですよね。うん。だから、この映画のうち、2週間後にどれだけ残ってるんだろう、みたいな。3週間、4週間持つ映画が何本あるんだろう、なんていうのも、まあ、正直思ってます。はい。 まあ、それは多分ね、見る側にもよると思うんですけど、多分、うんと、もうね、コアな映画館ファンっていうのが、もう激減しているんじゃないですかね。まあ、あの、映画はもう、あの、とにかく、あの、たくさん見たいっていうような方たちですね。はい。まあ、言ってしまえば、まあ、全部見るみたいな。<laughs> まあ、正直ね、正直ね、あの、公開されている全部映画を、えっと、毎月毎月全部見てたとしても、 まあ、えっと映画に吸い込む。お金がそんなに多いわけじゃないんですよ。うん、私はね。全部見てた時もまあ,あのうんと安い時に見てたせいもあるんですけど、全部見てもね。月2万円はかかってないんじゃないかな。そう。ただね。行ったついでになんか食べちゃおうとか。 まあ、あの、t j o y 長岡は、あのね、えっと、アピタの国なので、まあ、アピタのフードコートでなんか食べちゃおうなんていうと、まあ、ババババっていう風に上がっちゃうんですが、まあ、映画を見るだけだったら、まあ、そんなにお金がかかるものではないと思っています。はい、そんなわけでですね。えっと、ぜひね、いろんな映画をたくさん見て、いろんな考え方を、えっと、自分の中で蓄積していってほしいと思っています。映画は大人の教科書だと思っています。まあ、こねえです。 という前に、そう、エンディングを忘れてました。<laughs> はい。えっ、ー、と、このポッドキャストは、えっ、ー、と、Facebook 長岡市グループに投稿することを前提にして、えっ、ー、と、制作しています。はい。ですので、YouTube でご覧の皆様、 はい、Facebook には長岡市グループというのがあって、まあ、そこはね、地域グループとしてはね、えっと、6000人を超える大きい、大きい、なかなか大きい Facebook グループなんですが、えっと、誰でもね、えっと、ご覧になることができますので、興味ある方はそちらにもアクセスしてみてください。まあ、こねでした。またね、バイバイ。